踊る煙です。最近買ったおすすめのもの、はいはい、何買いました最近、ね、おスイッチの任天堂スイッチの、はい、任天堂スイッチの遊び大全っていうソフトをダウンロードしまして、遊び大全、はい、皆さん学校のパソコンとかでなんかゲームとかやりませんでした？カードゲーム。いや、ソリティアが入ってて、その、はい、遊び大全に。あ、そうだ、この間リハーサルの時に、あ、そうスタジオに入らずに永遠にやってたやつ。そう、それです、それです。もうね、ほんと気づいたら時間がね、過ぎてるんです、あれ。マジで。寝る時間削ってやってますね、あれ。めっちゃ楽しいけど、これ人に言ったら、それ遊び大全じゃなくてよくねって言われて。あ、アプリでよくねって言われたんであれなんですけど、まあ、ぜひ遊び大全買ってください、皆さん。なるほど。一緒にね、チェスとかやりましょう、また。あ、いろいろ入ってるわけか。そう。あ、いいね。なんか、私、将棋やりたいんですけど、人と。将棋。あと、花札とか。あ、麻雀も入ってますよ。やりましょうよ。めっちゃいい。あいも行くか。ああ、最近買ったものですか。だから僕、でもあれですね、自転車買いました。なんで？駅まで行くのに。どういうやつ？マウンテンバイクですか？折りたたみの。折りたたみチャリンコや。コンパクトなやつ。あれは買って。で、そうですね、行ったりするのにもやっぱ買わなあかんなって思ってやっと買ったって感じかな。絶妙な場所やもんな。絶妙、そうね。もんちゃんちは、うん、駅から帰るには遠いし、うん、車使うほどでもないしっていう絶妙な距離感ね。まあでもなんかそんな中古みたいな感じやから、まあ、朝日サイクルジモティージモティーかい。僕いいですか、はい、空気清浄機。あれか。あれね、うん、まあ、セカンドストリートで買った。中古かい。まあでも半額ぐらいで、もうまあ、そのからもピッカピカに拭いて、使ってますけど、結構いい。あれね、加湿器付き。ああ、素晴らしいですね。加湿器は高いですね。加湿器付き、空気清浄機。でかいですから。今の季節いいですもんね、今からか。そうね、ちょっとコロナもね、あれですから、なかなか高い。めっちゃ高いですよね。高いなぁ。もう一個ね、寝室用に加湿器買ったんです、別で。小さいサイズの買ったの。湿度が 60% 以下だったら自動で出るってやつ。以上だったらもう止まってくれるってやつで、なんか最初出ない、知らなくてさ、出ないからもうマックスにしてたんですよ。マックスしたらもう何だろうが出るの。ほんで、あ、これっつって、朝起きてびしょびしょになってた。湿度が高すぎて、何でもいいから出したらいいってもんじゃないんだなっていう。ちゃんとお任せにしといた方がいいってことですか。床が水たまりになってる。やばすぎる。マジのびしょびしょ。タカさんは？僕は、スイッチの、僕も。桃鉄。桃鉄。最近出たやつだ。いや、ワールドじゃない。もう一個昔の昭和、平成、令和みたいなやつ。多分やった、私もそれ。コロナ中ずっとやってた。うわぁ、持ってこいよ、今日。ミスター持ってきたらよかったか。そう。で、それを一人でプレイして、99年でやってるんです。やばすぎ。一生終わらんやつ。99年じゃない、100年や。100年。1人で100年やってる。100年。一生終わらんやつ。一人で、あえて弱い。豆鬼みたいな。やばすぎ。で、3人でやって。で、今、総資産がだいたい6兆ぐらいな。すごい。そう。いいなぁ。それでちょっと実感したのが、俺はゲームの世界でも、イーロン・マスクにはなれないんだと思って、絶望した。足りてない。全然足りてない。あ、イーロン・マスクには足りてない。足りてない。20兆ぐらいあるでしょ、多分。そうね。ビル・ゲイツも足りてないですね。足りてない。スティーブ・ジョブズも足りてないですね。僕の人生って思う。大谷は行ったかもしれない。大谷は全然超えるから。翔平ぐらいは余裕やった。翔平はゲノゲ。今のな。そう。今の翔平はゲノゲ。そう、猛鉄で言うゲのゲ。怒られる。野球ファンに怒られる。気になった方は、ぜひスイッチのソフトを買っていただいて。そしてぜひね、今度一緒に対戦をしてください。いいですね。ぜひその部屋には空気清浄機を置いていただいて、そうですね。うん、集まるときは折りたたみ自転車で行っていただければ。はい、ああ、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいか。さすがこの4人やな。音楽関連の商品1個も出なかったな。いやでもなんかあれですね。ペルさんとモンちゃんは健康部類ですよね。あまあまあまあ。カテゴリーが健康とゲームに分かれてしまった。確かに。ななみちゃんとタカさんは不健康ゾーンですか。まあまあまあ不健康担当だもんねうちら。うん、確かにパート不健康。全然センター範囲それやってます。まああれね自己紹介もあれですもんねサイトの。あ喫煙とビール。不健康担当してますからね。うん、我々。そうそう我々はね。はい終わりましょうか。はい、踊る煙でした。